こちらスポーツの秋ということで、今人気急上昇中のスポーツで、なんと日本一になった小学生なんですよね。柔らかい笑顔。もうとにかく壁を登りまくる少年でした。こんばんは。こんばんは。うわ、ちょっと待って、すげえ。めっちゃ高いとこにいる。あ、こんばんは。こんばんは。高いところから挨拶。よろしくお願いします。うわ、高い、怖くない。はい、怖くないの、全然。こちらが壁を登りまくる少年、渡辺風磨くんです。これは、まあ、クライミングっていうスポーツです。壁を登っていくスポーツで、壁についた障害物とかを持ったり避けたりしながら上を目指していくスポーツです。上を目指していく。そんな風磨くんがクライミングを始めたきっかけは、もう一回右だよ。それ、なんで風磨登れてるときそこじゃなかったよ。ナイス、頑張れ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 。指導するのは風磨くんのご両親、実はスポーツクライミングの元日本代表なんです。お父さんお母さんがやってて、それを尊敬して自分もやってみようと。お父さんお母さんを真似て3歳の時に壁を登り始め、5歳になると競技としてクライミングを始めました。いろんな大会とかも出てる？もちろんですね、小学生全国大会とか。おお、全国。はい。それ成績はどうなんですか？4年生で、うん、まあ1位に。おい！去年行われた全国ボルダリング小学生競技大会で見事優勝。明日から行われる全国大会でも優勝候補として注目されています。そんな風磨くんが練習で使っている壁が、あれ？あれです。ちょっと待って、あれの課題を登っていきます。これ、こちらの壁、なんと傾斜が130度もあるんです。わ、すごい。 まずもうひっくり返ってる。やば。おお、手離したぞ、足も離したぞ。いける？うわー、なんそれ、すごっ。いった、すげえ。最後飛んだよ。で、次は左上の方。え、もう無理です。早いです。ちょっと待って、早いです。え、左手よね。左手です。楽な方は左手です。腕時計壊さないように気をつけてください、ね、気遣い、大人の気遣いありがとうございます。本当に難しいんですよ。で、風磨くんのように今壁に夢中な小学生が増えているんです。クライミング人口が増えたのは、まあ、東京オリンピックから増えたなっていうのはありまして、ボルダリングジム自体の数も増えてますので、レジャーとして遊ぶというところから、まあ、本当習い事であったりスポーツっていうところにどんどん今移行しているのかなっていう気はします。東京オリンピックで正式種目になったことで、遊びからスポーツとして認識され始めたといいます。一歩一歩が結構トン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 っていけるようになったので、体感が良くなったなっていうのは感じます。きつくなって手を先に動かして足が届かなくなったり、手がどこに置けばいいか分かんなくなったりするから、それが難しかった。やっぱ登れた時の達成感が一番楽しいです。壁から降りると、足開けたの？え、足開けたの？あった。え、足さ、棒とかに置いたら、足開ければいい。全員が同じ登り方ではなく、自分自分の登り方を考えて登るっていうのが、まあ、考える力っていうのもつくというので注目をされてますね。大会とかはもう初めて見る課題だけなので、うん、そういうところも考えて組んでいかないと登れないです。
大切なのは考える力なんですね。後先を考えて行動するっていうのはもう常にクライミングにも必要なとこなので、まあ、それと一緒で日常生活も結構こう段取りよくいかないと練習時間も取らなきゃいけないんで、うまいことこう時間を回さなきゃいけないんですよね。それを考えるのは上手になってきた気がします。一日の工程をこうどうやったら遊びも入れつつ練習もできるかみたいなのを彼は考えて全部今やってるので、友達と遊ぶこともしてますし、この秋皆さんも壁を登ってみてはいかがでしょうか。いや、私もやらせていただいたところがあって、はい、こう上を目指していくんですよ手で、うん、でも手が届いたと思ったら、はい、足が届かないみたいな。だからこう先回りして考えるのってすごい大事だなと思います。星野さんってあんまり後先考えてないですよね。そんなことないですよ。そんなことないけど、ね、でもクライミングは考える力だけじゃなくて、さっきみたいにコミュニケーション能力も身につくという話も、いろんなところに生きてくるんだ。そうなん、あとは立て付けの悪い障子を引くときとかね、そんな感じで使わないと。こういう指先の力ね、はい、そこにもいけるかもしれない、ね、すごいですね。スポーツの秋、皆さん体だけでなく頭や心も鍛えてみてはいかがでしょうか。